こんばんは、ゆっくりです。この動画は、ゆっくり謎解きミステリー、最後のメッセージ、の回答編です。それでは、始めさせていただきます。問題は、パソコンの電源を入れたのが、被害者本人である理由は何か、でしたが、回答は、パスワード、です。解説に行きましょう。パソコンを再起動してもらっていいですか？部下が慣れた手つきで、パソコンを再起動する。すると、ログインパスワードの入力画面が、表示された。ヤズさん、パスワード知ってますか？知らない。恋人であるあなたが知らないパスワードを、なんで犯人が知ってるのかな？こんな話を知っていますか？ある人が仕事の重要なデータを、自宅のパソコンに入れ、家族がそのデータを流出させてしまったために、会社をクビになった。被害者は非常に用心深い人です。弟と同居している彼女も、そのことが心配だったのでしょう。しかし、パスワードを他の誰かに教えていたのかもしれない。必死にならないでください。あなたが犯人に見えてきます。これを見ていただけますか？御堂はパスワードを打ち、さっき保存したのであろう、未送信メールを開いた。被害者とあなただけが解ける暗号ですね。解読してみてください。ヤズはその暗号を、しばらく眺めていた。指を折り、何かを数えながら、読んでる最中、顔は青ざめ、最後は泣き崩れてしまった。すべて話していただけますね。はい。ヤズは犯行を認め、事件は解決した。どうしてパスワードがわかったんですか？再起動の前にパスワードを変更したんだ。なるほど。じゃあ、あの暗号の答えは？それは内緒だ。いかがだったでしょうか？この動画では、皆様からのご意見、ご感想など募集しております。また、一緒に動画を盛り上げたいというクリエイターさんも、募集中です。メールやツイッターなど、概要欄に書いてありますので、そちらを参考にしてください。ここまで聞いてくださって、ありがとうございます。お相手は、ゆっくりでした。おやすみなさい。